それにしても集落を守っていた防除柵、どれくらい効果があるのでしょう。京都府の農林センターの敷地内には防除柵の展示コーナーがあり、いろいろなことを学ぶことができます。防除柵の効果というのはいかがなんですか？そうです、防除柵って名前の通りで、農作物と動物を隔てて被害を受けないようにするためのものですから、うん、正しくと言いますかね、効果的に設置をすれば十分効果はあります。柵には大きく3つの種類があります。これを組み合わせたり場所場所で使い分けることで効果的な柵を作り出すことができます。昨年の京都府内の野生鳥獣による農作物被害は 3.8 億円、国の法律ができさまざまな対策が取られるようになって減少傾向にあるとはいえ、まだまだ大きな金額です。また他の府県に比べて鹿の被害が比較的多いのが特徴です。いきなりは飛ばないのと、飛ぶよりはやっぱりそんなに冒険はしたくないので、うん、鹿も、はい、やっぱり低いところから入ろうとするんですね。鹿が多い場所には鹿の特性に対応した柵を設けるなど、動物ごとに適した柵を選んで使うことも大事なポイント。さらに山間地の場合、地形に応じて柵作りを工夫する必要も。ここで状態で見えますが、折り曲げてあるんですね。その獅子がこの鼻先を突っ込んで持ち上げないように、はい、そんな風な工夫がされている。隙間から侵入されそうなところは強化することが必要ですし、雑草が伸びて電気柵に触れると電圧が下がってしまうため、草刈りなどのメンテナンスも欠かせません。防除柵出来上がったらもうそれで、今日から安心してもう被害はないんだという、うん、はい、そういうふうにはお考えにならない方がいいですね。動物は柵ができたとしても農作物食べたい、うん、そういう思いでもう一生懸命アタックをしてきますので、はい、そうすることによって例えば隙間が広がったり、うん、そういうことが起きますので、日常的に点検とか管理をして、うん、はい、しっかりその、本来持っている防除柵が機能するように、管理していただくことが大事です。柵で田畑を守るだけでなく、増えすぎた野生鳥獣そのものの数を減らす対策も必要です。このため京都府では野生動物被害の調査・対応を進める専門の会社などの協力を得て、被害をもたらす動物の実態調査や効果的な捕獲法などを検討しています。JA 会館にやってきました。こちらでも鳥獣被害対策に向けた取り組みをやっていらっしゃるということですので、ちょっと覗いてみましょう。こちらです。お邪魔します。 JA グループ京都が実施している狩猟免許取得に向けた研修会。野生動物が増えている理由の一つに狩猟人口の減少も挙げられています。鳥獣被害を減らすためには狩猟免許を持つ人を増やす対策も必要と、 JA グループ京都では全国で初めて今年1月からこうした取り組みをスタートしました。狩猟免許にはいろいろな種類があるため、取得する免許に応じた研修内容を用意しています。置いていただきます。ここまでできて、仮設完了しました。実践的な内容を盛り込むことで、早くもグループ内でおよそ150人が免許を取得。今日はですね、罠猟の免許の試験に向けまして、JA グループ京都の職員でこれまでに狩猟免許を取得した者が、うん、講師となって、はい、で講習を行っております、うん、で知識試験には鳥獣法や鳥獣の形態や生態に関する問題、適性試験については聴力や視力、運動能力が確認されます。技能試験では猟具を見てそれが法律上使えるか、うん、罠を仮設するといった試験もありますし、動物のイラストを見て、うん、でその動物が狩猟できるか否かを答える試験もあります。左手を外すと結構ガチャンと外れてしまう。前田さんも挑戦してみることに。噛み合うという形になるので、はい、ストッパーを置いていただいて、で最後にですねこの標識をやって完了です。完了しました。試験に合格するだけでは現場で捕獲をしてっていうのは難しいと思うので、はい、その現場の技術っていうのも、しっかり学んで、組合員さんのお役に立てるように、努力していきたいなと思います。
右京区京北。稲刈りが遅れていた高室さんの田んぼにイノシシとシカによる被害が。無残に稲がなぎ倒された田んぼ。イノシシは水でぬかるんだ土に体をこすりつけ、虫などを落とす習性があるため、一晩のうちにこんな状態に。倒れた稲穂を食い漁り、わずかに残った稲も鹿がやってきて食いちぎってしまいました。雨ばっかりでね、どうにもならんさけに、田んぼも白いし、これ置いといたら動物が入ってきて、みんなこういう悪いことしてしまう。45年、5年ぐらいかな。こんな年初めて。田んぼの周りには防除柵が設けられていましたが、古くなっていたためか、イノシシによって扉部分が折り曲げられ、侵入を許してしまいました。今年のようにやられたらね、百姓はもうちょっと無理、農協さんにお頼みねしなくちゃならんじゃないですか。大切に育てられ実りを得ることもなく、冬を迎えようとしている田んぼ。山地の多い京都の農業を守り継ぐためにも抜本的な対策が急がれています。